こんにちは、ゆうです。バズラのお時間です。はい、今日の方、おめでとうございます。はい。今日無課金サバカー縛りまでやっていきたいと思います。もう、今日はね、だいぶ遅れちゃったんですけど、灼熱チャレンジか、灼熱チャレンジ、まだやってなかったんで、このアカウントもなんですけどね。メインアカウントもやってないんですけど、はい。まずは、こうですね、灼熱チャレンジ、レベル1から、はい。順番に、ね、登っていきたいと思います。それではね、早速パーティーご紹介したいと思います。はい、こちらですね。僕の、はい、お気に入り、ジャスティスでいきたいと思います。はい。ジャスティスですね。リラチェンジャスティスですね。はい。それではね、ご紹介したいと思います。はい、こちら、リーダー、76リーダーのメマロですね。メマロに、特目覚め潜在にスキルチェーン2つ。ガチャドラの武器ですね、こちら。はい、76リーダーですね。76変身後は、バインド、消せないバインド、覚醒無効状態を回復と、そういう役割になっていただきたいと思っております。で、こちらが、インフィニットジャスティス、認識ですね。こっちサブの方ですね。除学生浮遊に、スキルブーストプラスプラスとスキルチェーン2つに、ブレイズブースト、ホノリン武器ですね。はい、で、こちらがリーダーチェーンするジャスティスですね。はい。不祥学生、冬にスキルブーストプラスプラススキルチェーン2つ。トイズブレイムシフト。で、リーダースキルが一応火の2コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が40倍、固定1000万ダメージ。で、水属性の HP と回復が 3.2 倍となっております。で、こちらがガンダムバルバトスループスですね。はい。中学生スキルプラスに、スキルブーストプラスプラススキルチェーン2つ。10連ガチャバーつけておりますと。で、こちらがね、毒目覚め、完全毒耐性であったりとか。あと使ってやるからもっとよこせがね、ダメージ吸収無効化と、無効貫通、無効貫通の役割ですね。で、こちらが、王毅ですね。王毅に、中学生バインド耐性。で、スキルチームマックスに、これ、お正月、ティオレ、なんだっけ。お正月、なんとかの、エノーラか、エノーラの武器ですね。はい。こちらがね、雲はあれいなかったかな、まあ、ええか。雲を補いつつ、7コンボ強化を補いつつと、あとは、まあ、それはいいんですけど、スキルがね、12ターンの間で HP を 40% 回復っていうのが11ターン使えて、それを王毅の上に乗せることによって、12ターン全部ね、自動回復ループ 40% していきたいと。そういう感じですね。超高度なんでね。で、こちらゴッドガンダムですね。フレノさんのゴッドガンダムに毒目覚め耐性。毒目覚め耐性被ってますね。はい。スキルチェーン2つに、ということで、マグニート武器ですね。はい。で、リーダースキルが一応、スキルがね、一旦使える、非属性生成と、スキルは、リーダースキルが操作時間12秒固定で、非常にコンボ以上でダメージ 80%、フレノさんコンボ以上で攻撃力55倍、4コンボ加算固定1ダメージとなっております。で、バッチがガンダムバッチです。はい、それではね、灼熱チャレンジ、レベル1、超重力、超高度。まずはね、ここからね、あっさりクリアして、はい、魔法水攻撃いただきたいと思います。それでは、最後スキル計算してなかった。そうか、チンクラムだったな。そうか。で、まずは、マンチンまだいいか。まずトイレ、生きる意志出して、はい。よし。で、メマロデイカ消しまして、アスランスかとか。はい。使ってやるからもっとよこせ。使ってやるからもっとよこせして。まあ、使いっぷりしとくか。意味あるかな、わからんけど。はい、ここ左だけ落としたらなんていうの、ね、と思ったら落としちゃったな。まあまあ次も一回通るんでね、ここ全然。はい、無くなる感度回復力下げられて、はい、 OK。 でここでエノーラ使って比較、はい、します。で、まあ、早めに回復力の、まあ、ええか、別に。どうやろ、これあれかな、ワンチャンいけるかな。おー、いけた。
これどうかな。おっしょ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 。で、あと3ターンはちょっと耐えましょうか。ゴッドガンダム早変身させたんよな。んで、こんな遅延食らうと思ってんかったから、マジか、ゴッドが、生きる石出して、生きるダッシュ出してみたいになってますね、今。何のダッシュ？ほいほい。ほいほいほい。オッケーオッケーオッケー。で、次で、はーができると思うんで。まだか。あと一旦か。ちょっとやばいな。遅延がいるんか。はいはい。で、ここで。あ、赤波生殖権条件言ってた今。はいはい。はいはい。はいはい。個人的になんか、アスラン、ヒラも好きなんですけどね、アスランも好きで、迷わなければ最強みたいな言われてるんですけど、そういうキャラが人間味あって好きやなと思って。よしよし。あーして。生きる意志だして。これでとりあえず一旦ね、軽減さえ晴れたらね、もう次からゴッドガンダムが使えるんで。よし、OK。よしよし。これで、いけたでしょ。やっと思いましたね。勉強剣。これね、お互いの声がね、ぶつかってね、せっかくええセリフやのにな、全部。はぁは別に、あるか。そんな別に名台詞は言わんけど。はい、オッケー。よし、オッケー。いいよ、しょ。大きいだけ溜まったら、切れたらだね。使い、使わんとね。で、特に溜めたいスキルもないんで。で、引き消せないか。引き消せないか。まあまあまあ、ちょっと大丈夫かな。消せない、あ、そっちそっち。そのために丸やん。これで仕上げです。これで仕上げですよ。はい。で、アスラン使って。もう、あかんわ、ちょっと僕、あれなんですよね。もう、この、石田さんの、ボイスで、こうか。石田明さん、石田明さんっていうね、中の方。赤座と同じ声なんですけど、声優さんなんですけど。この声優さんね、ジャスティスって、アスランって、なかなかジャスティスって僕言わないんですよね。取れてるよね。よかった。はい、取れてるよかった。はい。じゃあ、スイキャラ。勉強ゲームで。で、強さは力で。生きる石出して、こう言ったらなんかダッシュみたいなのが嫌やな。はい、なんかめっちゃ回復つながってるよ。OK。はい。ここ妖精チャレンジですね、確か。僕、ルーレット解除とやったかな。で、ここ、チーラーはこういう時は、はい。ロックされるんですかね、確か。されへんか。で、ここ、ヒーラインドですけど。で、これは、ヒート回復以外から作るんで、アスナンは。はい。そう、チーラー。生き石だ。はい。思わず T 字消しを使ってしまってないんですけど、あ、そう、L 字消しすんなかった。ロックされてるのはどうですかね。よし、じゃあ、アスランでロック解除して。で、勉強を検知して。あ、はーって言ってたもん、あれか。変身前か。
これで1個も大変な、うわー2個も大変だったわ。いけるんかい。よし、あ、え、6解除 NG は持ってなかったやと。 NG 持ってないひんかったやと。まあしゃあないな。これちょっと特殊ですね。ワセット LG 入れてくんの。十字はいるんで、あって何か忘れてるわと思ったんですかね。よし、まあまあいいでしょう。オッケーオッケー。で次でノーラーが溜まるんで、ここであれか、ちょっとゆっくりしようか。勉強拳して、十字だけ確実に。あ、もう2段ね。了解了解。で、あとは、アスランも使っといて。で、ルーレットもね、時間も稼げるんで。はい。よし、OK。もう行こうか。生きる意志だ。はい、勉強拳。はい、これで十字も決めつつ、なんちゃって、なんちゃって十字。ただ L 字を入れてくるの忘れるっていうね、昨今あるまじき行為なんですけど、やりましょうか。はい、あ、スタラスバッティですね。はい、で、これをこのままで使います。で、こちらに生きる意志出して、はい、で、これでちょうど6個もできるんで、ダルバトスやって使ってやるから、もっとよこせ。あれか、あんま回復はね、気にしなくて、どうせ回復できないんで。はい。よし、OK。ただこれ耐えれるかな？カンナか。あ、よかったよかったよかった。結構リスキーやねんな。はい、よし、ね、リスキーダイスですね。あの、はい、マジでね、あのハンターハンタークラブ来へんかな。今富樫さん、富樫先生ね、富樫さんってなんかご近所さんみたいに言ったけど、あの毎日ポストしてはるんで、ほんま気になって知らないんですけどね、僕。あ、これ無効貫通溜まるまで。あ、いけるかな、自力で無効貫通。よし、行こうか。生きる石だ。はい。ここはちょっと置いとくかな。ルーレットがあるうちが逆に、チャンスかな。チャンスなわけねえよな、あんなとこに使って。よしよし、これで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 、はい。マジであの、ロック、LG 入れてくるの忘れたの、見せましたね。とりあえず、まあまあ、全然ここで負けることは、ないかな。あと2ターンでしょ。大丈夫、大丈夫。え？あ、そっか。普通に組んでよかったんか。ここ。はい、熟成して。これ何だっけ？あー、覚醒の子か。あー、やばいやばいやばい。あー、でも大丈夫。全然大丈夫かなって、ゴッドガンダムか使ってもらった。うしが。まあまあまあ、耐久力的にね、カチカチでもありますし、HP もあるんで。まあ、レベル1ぐらいだったらいけるんちゃうかなと思ってね。
よし。よし、じゃあ、これで仕上げです。ね、頼む、爆弾消して、爆弾消して、爆弾消して。爆弾消して。消さないかー。結構削られたな、持って帰ったな。あ、決まらんか。よしよし、まあいいでしょう。 OKOKOK。 おーし、一気に石だ。はい、勉強権。はい、はいはい、オッケー。よしよしよし。んで、次は11フロア。はい、神結び。またこれ隠せ向こう違ったっけ、何だったっけ。回復せないか。あ、ちょっと閉じてるかな。勉強権。あ、これ逆にでも、あれですね。回復から使う。回復をジャスティスが作ってしまうんで。それを、から、ロックワンダルからありかも。OK。よし。で、パーティーやったっけ、次。パーティーっすね。で、あと2ターンで、いけると。はい。ちょっと一旦あれですね、あれですね、跳ねてもいいかもね。あ、でもコンボが全然できんな、これ。いや、次威嚇できると考えて、次あれやろう。あー、どうしようかな。先生なかったと思うんですけどね、確かバルバトス。いや、まだやめとくか。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15,9,3,3 で、あ、ちょうどや。はい。あ、ここも。はい。これどうやろ。大変か、危ない。おーし、よし。一応、自動回復ループの装置。で、ここだけあれか。勉強権して、生きる石だ。はい。はい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 。もうここまで行ったらね、多分もう適当に削れると思うんやけどな。あ、よかった。あ、よかった。で、これメマロで返しまして、これで仕上げです。そして回復多いなぁ。ここでいいか。そうか、使ってやるからもっとよこせ。よしよし。はい、OK。よし。あ、私は無理です。はい。アルバート様、お願いします。はい。あれ、これって PM 吸収だっけ？水吸収いる？動かんつった。あ、7ターンで削らなかったね、50億。はい。よしよし。強さは力じゃない。生きる意志だ。で、ここ全力でいって、よしよし、これで
よしよしよし、この感じだといけそうですね。よし、強さは力じゃない、生きる意志だ。はい、勉強点、はい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 、オッケー、ゴンゴン言いながらも削れてるね。強さは力じゃない、勉強点、これあれか、これでか、よし、よし、けよしよしよし、なんとかいきましたね、この自動回復力でいきましたね。まあ1ですからね、ちょっと動画見とこうか。はい、クリアできました。次右が登場ですね。次が、魔法石10個か、はい、石もらいましょうか。はい、クリア、魔法石5個届きましたと。はい、まあクリアタイムでお借りしましょうか。はい、途中時間バレるんですけどね、で最後にダンジョンクリアしたのがね、11月クエスト、4月クエストレベル11ってバレるんですけど、はい、昨年チャレンジ、レベル11、こんな感じでクリアできましたと。はい、17分 42.1 秒ね。はい、それでは次また登っていきたいと思います。それで今回はこの辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。ぜひ動画の感想や評価もよろしくお願いいたします。間に合うかな、あとあれでしょ、あと4日か、それまでには EX ぐらいまでクリアしたいな。 EX なのかな。それじゃあ、今回のお相手は私、ゆうでございました。よければね、概要欄の X の TikTok のアカウントをフォローしてくださると嬉しいです。それじゃあね、バイバイ。